堀田のギアとは、秋田県大仙市払い殿、仙北郡三里町本堂白巡りにある日本の古代城作遺跡。国の史跡に指定されている。文献資料にその名がないため、幻の作とも呼ばれる。軍事施設と行政施設の役割を果たしていたと考えられる。日本における木簡研究の講師となった遺跡としても知られる。1902年頃、 高地整理の際に、秋田県仙北郡仙夜村の水田から200本余りの柵木が発見された。だが、この木は燃料にされたり、下駄に加工され、売られたりした。しかし、後藤中外が遺跡の存在に注目し、遺跡内の文字の書かれた木片を採集して、豚行湿度の木管に似ていると、論考している。1930年3月に、 文部省に嘱託された上田三平が発掘調査を開始し、堀ったの木跡の存在が明らかとなった。1930年10月には本格的な調査が開始され、その結果、1931年3月30日に秋田県としては初めて国の史跡に指定された。1973年度、戦北地区新農村基盤総合整備パイロット事業。 が立ち上げられ、作跡は壊滅の危機に立たされた。そのため翌年の1974年4月1日に、秋田県堀田の木跡調査事務所を立ち上げ、さらなる調査や、作跡の実態把握、そして、作跡の保護を行っていった。1989年1月23日外閣の、作くは、奈良国立文化財研究所によって、年輪年代法による、 年代測定が行われ、801年に伐採された財であることが分かった。これにより、関竹ともにおける、坂の上の田村麻呂らによる、生意事業によるものであり、道の区国側の伊沢城、芝城と一連のものであることが判明した。掘ったの木跡からは、仮称2年正月10日と記された木管が発見されており、この結果とおおよそ一致する。 1931年3月30日、国の史跡に指定され、1974年4月1日、地方機関として、堀田の木跡調査事務所が開設された後、毎年、学術調査が進められ、その発掘調査に基づいて、外郭難問や、王子、成長などが復元されてきた。出土品は、近接する、堀田の木総合案内所や秋田県、 ほったの木やと調査事務所で見学することができる。それ以外の場所は、ほとんどが民家や水田となっており、現状変更には許可が必要である。横手盆地の北部に位置し、皇室泥岩の丘陵である真山と長森を、内外閣の東西南北にはそれぞれ、ほった手柱による門が築かれていた。長森の中央には、 板タで囲われた平安時代の成長と考えられる建築物の跡が残されている。その配置と造営技術は立領性考え様式に則っ,っている。また、成長は4回建て直されていることが分かっている。建設当時は外角の中に川が流れていたことが判明している。現在は流路を変えているが、一部当時の川跡が復元されている。外角は 東西約1370メートル、南北約780メートル、面積約87.8ヘクタールの不正大円型をしており、東北地方最大級の上作遺跡である。自然の丘陵場をそのまま利用していること、三重の区画施設に囲まれていることも大きな特徴である。上田三平は無名不分の遺跡であるとして、記録にその構造を示さない古代遺跡は多く、 経験に結論を出すべきでないとして、1938年文部省発行の報告書に、現状では文献には対応する史跡がないことを主張した。後藤中外は、法規6年に秋田城から移されたでは国府、すなわち川辺府であると論じた。川辺府説に立つ論者には、新井の直吉、船木義勝などがおり、東康時も同調的である。船木は、 801年に、坂の上の田村マロが、作り、伊沢城主となり、ではゴンモリの渡麻呂を使わして、川辺府、すなわち、堀田の木の造営に着手し、804年に完成したと、する。それに対し、俗に本気に、天平宝あざ4年創建とされる、小月城であると説いたのが、高橋と美男である。木の和酒や多賀城よりも大規模で、防御も厳重を極め、 辺境経営の上作として、最大級の大賃益が文献に記載されないはずがなく、王の東人の出話遠征記事や願料の欄に関わる記事から類推して、出話における一府二条の一つであった、お月城であろうとした。ただし、高橋の説は、後に年輪年代測定により、創建年代が遠逆年間であることが、ほぼ確定され、 年代的に成功しないことが明らかとなった。北定吉は当初、横手盆地南端部の小月郡内に設けられた小月城が後に移転されたという見解を示した。北の説は、漢、枯渇と書かれた、牧書土器が出土したことで、現在改めて注目されている。年輪年代測定の結果とも矛盾しない、第二次小月城説とも言うべき、この説を唱える論者には、 東北歴史博物館の岡田茂弘や秋田大学の熊田良介がいる。公共交通機関車、タクシー翌年に山形県木の輪作跡を調査している。ッタノの木、跡マイナス国指定文化財等データベース、史跡精査報告第三筆連作詞、木の輪上司、ただし、運行本数は少ない。ありがとうございます。